RI プレゼンツ海の民山の民、前回のあらまし、悠久の歴史そのものを感じさせられる雰囲気に、話すのも忘れるほどの空気感に圧倒される4人、いよいよ本命としていた施設へと向かう。その前にまずは表門。ここは左右に仁王像が安置されていることから、別名仁王門と呼ばれており、それを見た岩が怖い顔。このつぶやきにちさが反応して、やましいことがあると怖い顔に見えるんだよ、そうささやくと、すかさず岩が、よく見るとかわいい、慌てて訂正した。それを聞いた三人は大笑い。ああ、ひどい。でもなんかそれ聞いたことある。真顔で岩が反応すると、惜しい、ちょっと違う。いたずら顔の知佐が答えた。え？なになになに？岩が食いついたところで、次行こう、次。ヒロエがシャットアウト。4人で歩き始めたところで、不満そうな岩の横顔を見つめながら、相変わらずのいじられキャラに微笑む十日でした。そこから、見ざる、聞かざる、言わざるで有名な新旧社三猿へ移動。ここでも岩が、猿って三匹だけじゃないんだ。そう言って猿の彫刻を数え始めた。それは同感。ちさも一緒になって数え始めたが、八匹いた。先に数えた岩が声を上げた。その数字を聞いたちさが、末広がりの八か。そうつぶやくと、すかさず岩が、何それ何それ。ちさの腕を掴んで質問。するとちさはしゃがみ込み、地面に漢字の八を書いて、上が狭くて下が広がってるでしょ、いいことが待ってるっぽい縁起のいい数字なんだよ、末広がりって言ってね、そう岩に説明した。すると岩がキラキラした瞳で、すごい、美人薄命じゃなく美人薄式だね、そう答えると、親父か、それに薄命って微妙に失礼、ちさがツッコミを入れ、それに反応して岩が、ごめん、でも親父じゃないもん、ちょっといじけ顔、冗談冗談、さ次行こう。ちさはそう言うと岩の肩を抱いてお水車へと向かった。ここではちょっぴり知識があった十日が、ここでお参りする前に手を洗って口をすすいで清めるんだよ、そう説明すると、ここでも岩がいたずら笑顔で、顔も洗うの？との発言。すると今度はヒロエが、だから親父か、ちょっと強めに突っ込むと、親父じゃなーい、笑顔で岩が答えた。でもガサツな男の人ならやるかもね。ヒロエが独り言のようにつぶやくと、ほらー、岩が勝ち誇り顔。顔洗う？ヒロエが岩に聞くと、洗わなーい、にっこり笑顔で岩が答える。漫才だ。それを見ていた十日が軽くつぶやくと、ヒロエが、コンビ組んで吉本行く？そう言って岩の肩を抱くと、テレビは、
首をかしげてユアが答えた。有名人か。ちさがツッコミを入れると、アイドルはちょっと憧れるかな。ユアが斜め上を見ながら言うと、それを聞いた三人が顔を見合わせて、はいはい、シンクロ反応して大笑い。その後、そそくさとお清めを済ませると、本命の陽明門へと向かった。この門は500体以上の彫刻が施されている、日本でも有数の美しい門で、ずっと見ていても飽きないことから、日暮れ門とも呼ばれている。四人ともこれほど壮麗なものは初めてで、しばらく話すのを忘れて見入ってしまった。そんな中でも灯火の見方はちょっとマニアック。一つ一つの彫刻も素晴らしいけれど、この門をどうやって建てたのか、あの彫刻をどうやって設置したのか、色はどうしてもだろうと食い入るように見ていた。しばらく見ていると、記念写真撮ろう。ひろえが提案。交代でそれぞれのポージングでパシャリ。ここでもやはり真ん中には湯は。どうやらこの位置取りは自然の流れでできたパターンのようだ。記念写真は左右回廊の前、神輿車の前、そして唐門の前で撮影。その後この門をくぐり御本社を見学した。そこから祈祷殿を見学して坂下門へ移動すると、猫だ、猫が寝てる。ユアが眠り猫の彫刻を発見。ここで知ってほしい観光情報第6弾。日光東照宮は栃木県にある日本有数の観光名所です。ウェブでも見どころ記事が多数記載されています。周囲は歴史を感じさせる大木が立ち並び、建物の保存状態も良く、隣接する二荒山神社も一見の価値ありです。詳しくはこちらホームページをご覧ください。本日のストーリーはここまで。配信は毎週土曜日です。チャンネル登録お願いします。それではごきげんよう。